皆様こんにちは。関西ウォーカー動画ニュースレポーターのリエです。本日はこちらハイリーファイブカフェ京都河原町店さんにやってきました。よろしくお願いします。当店は関西会員制のお店になっておりまして、一番最初にご来店いただいた時に、皆様にこちらのフロントの方で、メンバーズ登録を、はい、こちらのメンバーズカードを一度お作りいただくと、次回からはこちらのフロントで受付はせずにですね、お客様自身で負担末の方でチェックアウト受付をしていただくと、はい、はい、はい、これで、これでチェックインですね。で、ルームキーとレシートが。インターネットカフェというところで、一般的に、漫画がたくさんあるイメージがあると思います、はい、当店も、漫画すべてございまして、うん、2万5000冊の漫画がございます。で、当店は、ね、コミック専門のバイヤーがおりまして、はい、年間で5000タイトルます実際すごいです。そこで、厳選したコミックを取り上げてました。はい、あとはこちらがドリンクバーのコーナーですね、コールドドリンク、ホットドリンク、あとは、豆から引くコーヒーマシーン。へー、一番人気はあのソフトクリームの。わ、すごい。こちらがバニラとチョコレートとミックス。一つ目の階にはストロベリーのチョコレートがあります。この辺りはお時間料金内で全て、無料でお楽しみいただけます。はい、外国の輸入菓子であるとか、はい、あとは、ちょっとした、朝まで過ごしたいとかっていう時にこういったケアグッズとかも揃えておりますし、そちらには、アロマ、アロマ、女性の方にはですね、はい、してるんですけど、うん、お部屋がすべて個室になってるので、はい、リラックスして過ごしていただくためにこういったアロマオイルとストーンの貸し出しを行ってます。はい、ここで選んでっていう。そうですね、こういうのもすべて無料でご利用いただけます。はい、いいですね。当店ですね、すべて、こういうなんかカラオケのようなお部屋になっておりまして、鍵がかかっております。はい、で、先ほどチェックインの時に発行したこちらのルームキーでこちらかざしていただくと、はい、このような形でお部屋に入ることができます。取りづらいかもしれない。中どうですか。はい、でですね、こちら、もちろんセキュリティも、はい、そうですし、あとは全て空調、照明、個別になっておりますので、お客様の過ごしやすいように自由にこちら調節できることも可能です。あとはお部屋が防音になっておりますので、中でおしゃべりしていただいたりとか、うん、お電話で通話していただいたりとかっていうことも可能になっております。はい、こちらシアタールームっていうタイプなんですけども、うん、靴を脱いで上がっていただく、お部屋になってまして、実はここにはスーツケースとかも入るような。ああ、なるほど。はい、便利ですね。で、シアタールームっていうぐらいなんで、はい、こちらで映像であるとか映画鑑賞とかっていうものを、することをお勧めしておりまして、先ほどの DVD であるとか、はい、持ち込みの、映画とかコンサートのビデオとかを、ここで、お友達とか、恋人と、趣味をシェアするような、ね、空間としても非常に好評いただいています。はい、で、こちらのスペースのコンセプトが、はい、自分の居心地のいい場所を見つける体験という形で、個室の方は、全て指定席になっているんですけれども、はい、こちらはフリーアドレスなので、うん、自分の過ごしやすい場所を自由にお選びいただける、本当にカフェのようにお使いいただける空間です。ただ普通のカフェとは違ってですね、はい、ちょっとこういう小屋があったりだとか、へえ、かわいいですね。こういう潜れるような、あ、すごい秘密基地みたいな、はい、秘密基地みたいなところがすごい、はい、かわいい、こんなはしごがあったりして登れるところがあったりだとか、実はいろんなスペースが。へえ、あ、すごい。こんな形で、本を探しながらもそのままこういうところで、ちょっとくつろいでご利用いただいたりとか、ここで飲食もできますので、お友達とおしゃべりしながらっていうところにも楽しんでいただけるような、はい、新しいカフェの形っていうところでご提案させていただきたいなと。はい、フードメニューも非常にこだわっておりまして、はい、まずこちらが
当店看板メニューのハイリードッグのシリーズですね。こちらが、一番スタンダードなハイリードッグですが原材料からこだわってまして、はい、ドイツ産のブレッツェルと国産のヤマトポークっていうのを使用して、食べ応え十分な美味しそうです。でこちらの透明の器に入っているのが、はい、こちらがポルチーニマグ、こちらが、ラタトゥイユマグと、マッシュポテトで、こちらソースをトッピングした一品になりますので、女性がちょっと小腹が減った時、そうですね、食べていただけると、こちらはフレッシュチーズとクランベリーのサラダ、女性にも、優しい、健康のヘルシーなメニュー、はい、なかなか漫画喫茶、なかなかネットカフェであの生野菜扱ってるところってないと思うんですけど、ね、大きなキッチンを使ってるポジションになります。頼まれる方には、はい、まあ、こちらも一緒に楽しあの召し上がっていただくとより楽しい時間を過ごせるんじゃないかな。そうですね、はい、ではこちらのハイリードッグいただきたいと思います。いただきます。パンが普通のパンとはちょっと違いますね。ソーセージも食べ応えあってめっちゃ美味しいです。いただきます。小腹が空いた時に良さそうですね。マッシュポテトが中に入ってます。え、無理かもこれ。あ、刺さった。